皆さんどうもこんにちは、プリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はみんなが超期待する注目の新作アプリゲームトップ10をランキング形式で紹介していきたいと思います。今回の動画を1本最後まで見ていただければ2023年の配信予定の新作スマホゲームが全てわかりますので、ぜひね動画を最後まで見ていってくださいね。ということで早速動画の方見ていきましょう。まず最初に紹介するのはハリーポッター魔法の覚醒になります。本作は第二次魔法戦争の数年後が舞台でね、ホグワーツ魔法魔術学校の若き魔法使いとなってね冒険ができるカードバトル RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねハリーポッターの物語を追体験できます。こちらハリーポッター魔法の覚醒はねハリーポッターシリーズを一から楽しめます。プレイヤーはね最初にホグワーツ魔法魔術学校からの合格通知を受け取ったところから始まるのでね、ハリーポッターを知らない方から大好きな方まで物語を楽しめます。またですね組分け帽子が生徒の北西にあった寮を選択したり、空飛ぶほうきで空を飛び回る人気スポーツクイディッチなど原作の世界観を忠実に再現しています。続いてですねハリーポッターシリーズでおなじみの魔法バトルが簡単に遊べます。エクスペクトパトローナムなどのハリーポッターシリーズおなじみの呪文だったり魔法薬や魔法動物はねプレイヤーが使用できるカードとなって登場しています。それ以外にもですねハリーをはじめロンやハーマイオニーといったおなじみのメインキャラたちからシリーズに登場するマニアックなサブキャラまで多数登場するのでね、大勢の友達と交流して強力な味方を仲間に加えたり強力な魔法の呪文を入手してみてくださいね。次に紹介するのはブラッククローバーモバイルになります。本作は世界累計発行部数は1600万部を突破し、2017年10月からテレビアニメとして放送され、さらに映画化も決定している話題作品ブラッククローバーの新作ゲームでね、次世代アニメーション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね原作のアニメ作品ブラッククローバーの世界を追体験しながら楽しめます。こちらブラッククローバーモバイルはね原作の物語を追体験しながら冒険できるんですけども、本当にね忠実に再現されたテレビアニメの名場面と原作そのままの世界観を味わえます。続いてですねド派手な魔法アクションバトルを楽しめます。本作はキャラクターはアニメ調な 3D で描かれていたり、魔導書だったり魔道具や刻印などといった項目があるんですけども、原作そのままのド派手な魔法バトル演出を遊べます。次に紹介するのはバロラントモバイルになります。本作はライアットゲームズが送るキャラクター要素と競技性を備えた5対5の対戦型タクティカル FPS ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねバロラントモバイルを無料で楽しめます。こちらバロラントモバイルはね公式スマホゲームになるんですけども、 PC 版シューティングゲームのバロラントと違ってね高価な高性能パソコンがなくてもね誰でもスマホ1台で無料で遊べます。続いてですねシリーズ最も簡単操作で楽しめます。 PC 版バロラントはねキーボード操作で複雑な操作になるんですけども、本作はねスマホ1台で遊べるのでね、ゲームが苦手な方だったり初心者の方でも気軽に遊べます。それ以外にもですね本格的な FPS バトルを楽しめます。こちらバルラントモバイルはね5対5の攻撃側チームと防衛側チームに分かれてね、攻撃側はマップ内に複数ある標的を爆破、防衛側はその阻止を目指すゲームなんですけども、ヘッドショットでワンパンできたり足音やスキルを通じてね相手の位置を察知できたりとね、シビアな打ち合いと多彩なスキルを存分に楽しめます。次に紹介するのはアンドーンになります。本作は危険で過酷なゾンビだらけの終末世界を舞台に、ゾンビと他のプレイヤーという2つの脅威から生き残りを目指すオープンワールド型シューティングサバイバルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね超リアルなゾンビ世界を楽しめます。こちらアンドーンはねこれまでにコードドラゴンブラッドだったり PUBG モバイルやコールオブデューティモバイルなどを手掛けてきたテンセントゲームズが制作しています。またですね画質の綺麗さで定評のあるゲーム開発エンジンアンリアルエンジン4を使用しているので、映画のような超リアルな 3D 画質でゾンビ世界を遊べます。続いてですねゾンビだらけの広大な終末世界を自由に冒険して楽しめます。ゾンビ世界で生活するには食料や強力な武器などが必要なんですけども、こちらアンドーンはね自ら資源を調達してねより良い物資や武器を作り上げてね、ゾンビや他のプレイヤーから身を守らなければなりません。本当にね現実世界でサバイバルをしてるかと錯覚してしまうぐらいリアルなサバイバル世界を体験できます。それ以外にもですねゾンビゲームを友達と一緒に協力しながら楽しめます。一般的なゾンビゲームやホラーゲームはねソロプレイが多いんですけども、こちらアンドーンはですねソロプレイでも十分楽しめれるんですけども、マルチプレイをすることでね世界中のプレイヤーと協力して強力なゾンビの討伐だったり資源の取引や大規模なシェルターを建築できます。この機会にねお友達と協力してゾンビ世界を生き抜いてみてください。
次に紹介するのは子守生活になります。本作は自然豊かな田舎での生活を満喫できる育成シミュレーションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、田園に戻りのどかな生活を楽しめます。こちら子守生活はね、日本風の田園の中でのどかなスローライフを体験できるんですけども、果物や野菜を栽培したり、生い茂った森の中で資源を採取したり、ウサギなど可愛い動物を飼育したりと、本当にね本格的に遊べます。続いてですね、思うがままにおしゃれして自分だけのスタイルを楽しめます。本作は様々な衣装だったりパーツや家具を開放して、快適なカジュアル風からラブリーなスイートテイストやトレンディーなおしゃれスタイルも思うがまま遊べます。それ以外にもですね、お友達と一緒に田舎生活を楽しめます。こちら子守生活はね、フレンド同士で訪問し合うことができるんですけども、個性あふれた自宅の鑑賞から景色の綺麗な場所で一緒にピクニックだったり釣りや撮影を楽しめます。次に紹介するのはテラビットになります。本作はボクセルで構成された様々なね景色が広がるオープンワールドの中でね、武器やアイテムをクラフトしたりね、建築やバトルを楽しむこともできるオープンワールドサンドボックスゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、マイクラ風の自由なサンドボックスゲームが楽しめます。こちらテラビットはですね、サンドボックスゲームで一般的に有名なマイクラと違ってね、無料で遊べます。さらにね、マインクラフトとゼルダブレスオブザワイルドを合わせたようなゲームでね、広大な世界で自由に生活だったり打倒魔王を目指してね、冒険しつつサンドボックス要素も楽しめます。次に紹介するのはゆるキャン、つなげるみんなとオールインワンになります。本作はテレビアニメゆるキャンの世界を存分に味わえれる初の公式スマホゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、豊富なモーションで再現されるゆるキャンの世界を楽しめます。こちらゆるキャンつなげるみんなとオールインワンはね、アニメでおなじみのキャラクター鏡原なでしこやちまりんなどね、アニメそのままのキャラクターのモーションとフルボイスを味わえます。続いてですね、ゆるくもガチにも楽しめれるキャンプ体験を楽しめます。本作はね、1000を超えるキャンプギアや乗り物に加えてね、美味しそうなキャンプ飯だったり、山梨県や長野県や静岡県を中心とする各地の美しい景色を味わえます。次に紹介するのはブルーロックブレイズバトルになります。本作はテレビアニメブルーロックの完全新作スマホゲームで 3D サッカー対戦ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ブルーロックの世界を本格的に楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはね、原作のブルーロックの世界を忠実に完全再現されているので、作品中にたびたび登場する化学反応によるド派手なアクション演出をスマホゲームでも体験できます。続いてですね、ブルーロックでおなじみの多彩なキャラクターを楽しめます。本作は原作ブルーロックに登場する潔陽一やバチラめぐるバローショウエなどメインキャラクターはもちろん登場するんですけども、登場シーンが少なかったキャラクターも多数登場します。それ以外にもですね、アニメのストーリーを追体験しながらゲームを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはね、ストーリーモードを通じて原作のストーリーを追体験しながらゲームを楽しめます。こちらブルーロックブレイズバトルはね、ストーリーモードを通じて原作のストーリーを追体験しながら遊べます。アニメを見たことがない方もぜひこの機会に遊んでみてください。次に紹介するのは呪術廻戦ファントムパレードになります。本作は週刊少年ジャンプで大人気の呪術廻戦の初のスマホゲームでね、 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、テレビアニメの世界観とゲームならではの呪術廻戦の物語を楽しめます。こちら呪術廻戦ファントムパレードはね、アニメのストーリーを新規フルボイスで再現していたりね、さらにですね、様々なキャラクターの視点でね、描かれるストーリーもフルボイスで楽しめます。続いてですね、簡単操作で術式を操り、テレビアニメさながらの本格的なバトルを楽しめます。本作はですね、テレビアニメさながらのね、ハイクオリティで展開されるバトルを体験できます。さらにね、自分だけのチーム編成ができるのでね、呪術廻戦の世界を存分に楽しめます。それ以外にもですね、アニメおなじみの多彩なキャラクターを楽しめます。虎杖悠仁だったり、伏黒恵、釘崎野薔薇や五条悟や七海健人などね、呪術廻戦おなじみのキャラクターはもちろんなんですが、それ以外にもね、多彩なキャラクターが随時登場します。最後に紹介するのはモンスターハンターナウになります。本作はポケモン GO を開発したナイアンティックとカプコンによる新しいリアルワールドハンティングアクション位置情報ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、新感覚なモンハンゲームを楽しめます。こちらモンスターハンターナウはね、これまでのモンスターハンターシリーズにはなかった現実世界とゲーム世界を融合させた新感覚なモンスターの討伐が遊べます。続いてですね、モンスターの討伐をお友達と一緒に協力して楽しめます。本作はソロプレイでも十分楽しめれるんですけども、モンスターハンターシリーズの醍醐味である強大なモンスターを友達と協力して遊べます。それ以外にもですね、各地域に出現するモンスターを楽しめます。こちらモンスターハンターナウはね、各地域によって出現するモンスターが変わります。そのため旅行先でプレイすることで普段出会うことができない珍しいモンスターに遭遇できます。
はい、ということで今回なんですけども、みんなが超期待する注目の新作アプリゲームトップ10をランキング形式で紹介しました。少しでもね参考になりましたら動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画を作るね励みになりますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録高評価お願いします。またですね、今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を YouTube のコミュニティ欄で紹介しますので、もしよかったらねこの機会にぜひ YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、ブログもやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの新作スマホゲームをブログで紹介しますので、もしよかったらね動画の説明欄からぜひブログもチェックしてみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのね注目スマホゲームあればぜひコメント欄で教えてくださいね。バイバイ。